山ちゃんに提案したの。提案した。そこの HIS のブースがあったから、あの、イベントやってる時にね。ラジフェスね。ラジフェスやってる時に。はい、それでそこで、HIS のブースがあったから、山ちゃんに、あの、両親にね、うん、世界一周旅行プレゼントしろよとか、ってパンフレットを持ってきてもらったんだよね。ね。HIS の人ね。はいはいはい、したら、みたいなのあったんだけど、うん、本当にプレゼントしたんだって。偉いね。偉いね、山ちゃん。偉いね、本当に。うんうん、すごいじゃないの。世界一周旅行って。いい息子産んだね。なかなかいないよ。世の中にどんだけいると思う？世界一周旅行をプレゼントしてくれる息子。いないよ。うん。ほんといない。すごいよ。無理だよ。そう。仙台市クレイジークレイジー。おぎやはぎのお二人、工務店さん、こんばんは、はい。昨日の不毛な議論で山里さんがご両親にプレゼントした豪華クルージング旅行の話をしていました。とても素敵なお話で僕も感動しました。最後に、またやらされるから、この話はおぎやはぎさんやバナナマンさんの前ではしないようにしようと、わざわざ電波に乗せて話していたので、またやらせてあげてください。多分ご両親も喜ぶと思うんですけど、うん。そうだよ、これね。恒例にしてあげないと。これは、あれだね、言ってほしい。ねえ、言ってほしいんでしょ。これ言ってほしいんだね、うん。やっぱり自分からプレゼントするのは恥ずかしいからね。そうなんだ。やっぱこう無理やりこうやらされてる感が、山ちゃんも照れ屋だからね。それの手が欲しい。手が欲しいんだよね。親子って特にそれあるよね。ねえ。いや、自分で、うん、やるの恥ずかしいんだよね。やっぱりね、山ちゃんぐらいになるとね、ほんと親孝行してるいい人みたいに見られるのがね、嫌なのよ。それもあるね。そう。こっちの世間って、ね。いい人だと思われたくないから。うん。だから、もう言う。もう、また。またあるんだよね。今年したの？ラジフェスが。まだわかんない。ラジフェスまだわかんないの？まあでも今年またあった場合は、これはちょっと、ね。今回はそうだね、世界一だら、どこ行ったかわかんないけど、やっぱり、まだ足腰がね、丈夫なうちに、あの、いろんなとこ行かせてあげたいから、そうね、アフリカかな。アフリカもいいし、ね、あの、ケニアのさ、見れるやつ。ね、なんとか自然公園みたいなところで、よく、見るよね、あの、ホテル3階とかにいると、キリンがね。はい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 。窓から顔入れてくるみたいなさ。そう。あれいいよ。ね。あれ南アフリカだっけな、なんかどっかだったな。ね、だから高いところありますよね。あるある。お金が高いところ。高級な、高級リゾートあるよ、アフリカは。うん、アフリカすごいんだよ。そこあたりいいかもしれない。これは、ボリビアの塩湖だね。あ、前からそれはちょっと誰かに本当に言ってほしいんだよな。いいねー。そこがすごい。確かに山ちゃんの両親に見せてあげたいな。うん。縁故見せたいよー。そうだよ。ああいうやっぱ、ほら、裏側じゃん、日本の。うん。ね、ボリビアとか、ああいう南米ってのは。だから本当に今のうちに行かないと難しいから。オーロラ、オーロラ。ああ、冬とかのね。北欧。北欧、アイスランドとか、そっちの方行って。そう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 。それも、そうだね。結構寒いからきついから若いうちに行かないとだもんね。あと、アマングループ。ね。アマン。やっぱアマングループね。アマングループのやっぱりホテルっていうのはなかなか泊まれないから。はい、それは南国とかって。まあ今、まあ一番いいのはそうだね。やっぱりリゾート。南国リゾート。はいはいはい。お確かに。いろいろバリとかにもあるし、ね、日本にもね、最近東京にできたけどね。そうなの？そうだよ。東京にあんの？東京にできたの。丸の、あれ？リゾートが？アマンってほら、リゾートしかないじゃん。高級ホテルなんですか？リゾート、リゾートの。アマンって、だから、まあ、日本で言うと、星野、リゾートってあるでしょ、はいはい、あの、有名な星野、うん、あれの、まあ、世界の。だよね、タイとか、なんかそっちのあるよね。あるね、タイとかにあるね。で、一泊やっぱり、本当に30万とか。おうん。はぁ。しちゃう。ただもう最高な。そういうとこ回ってきゃいいんですね、今度ね。そうそうです。アマングループだな。アマングループ。山。ヤマングループ。ヤマングループだな。うん、そうだね。そうだね。そうだそうだ。山ちゃん、とりあえず、まあ、もしね、聞いてたら。うん。一応、こう、アマングループっていうのをちょっとネットで調べて。うん。提案しましょうよ、これはちょっと。次、アマンか。まあ、アフリカもいいし、いろいろ。今年？うん。来年？今年で？今年そういう提案出しても来年行くのかなまた。今年行って、最近行ったんでしょ最近行ったのかなうん。じゃあまた今年計画立てて来年ぐらいからかな。そうでいいんじゃないのうん。でいいのかなうん。来た来た。早いね。うんうん。いやー、続々と甲子園の出場校が決まってきたけどよ。それにしても早稲田実業の清宮くんってのはすごいね。決勝でもタイムリー打ったんだって
人生でこれだけ注目されるってのはスターの証だよな。甲子園でも注目されて大変だろうな。プレッシャーに負けずに頑張ってほしい。頑張れ清宮ってことでね。あ、下ネタ忘れた。チンポチンポ甲子園チンポ。そうじゃないけど。今週で7月も終わり、本格的にこれの季節だということで早速行ってみましょう。こんな海水浴は嫌だ。相変わらずひどいね。水着は競泳用だ。これ嫌ですね。お姉ちゃんたちのビキニ、お姉ちゃんたちがビキニじゃなくて、全身黒ずくめの競泳水着着てやがってね。そんで、なんでそんなの着てんのかって思ったら、こっちの方が脱がされる時に興奮するって、いい趣味してんじゃねえか、バカ野郎。クラゲが大量にいる。これがですね、せっかくの海水浴がクラゲだらけでね、お姉ちゃんたちもクラゲに刺されないように海の家に避難しちゃったりして、でもそこで男にナンパされて、なんだかんだでチンポ刺されちゃいましたってバカ野郎。パラソルが短い。これがですね、日差し避けのパラソルがやたら短くてね、短すぎて全然役に立たない。タケちゃんのチンポと一緒だねってバカ野郎。ジジイだらけだ。これがですね、海水浴場がジジイだらけでね、ジジイが日焼けしたりビーチバレーしたりしてボールをかけてたらアキレス腱が切れちゃいましたって、それはおいらの親父だっていうのだろ。あすごいね。今週は以上です。今週メールをくれたオスマンサンコちゃんはラジオネームチカダパイオツオブカリビアン2から出たサービスポットでの将軍以上のオスマンサンコちゃんでした、うん、次回のテーマ発表するぞ。来週からいよいよ夏の甲子園が始まるつうことで、こんな効果は嫌だ。送ってこい。ねえ、ウシドラウータツチンポでしょってバカ野郎。チンコビンビンチンコビンビンキスして入れてすぐ終わる。うるせえ。ねえ、ウシドラウーキスして入れてすぐ終わる。それ言うんじゃない。ねえねえ、タケちゃんキスして入れてキスして入れてビンビンチンコ。ねえタケちゃんビンビンチンコビンビンチンコキスして入れてすぐ終わる。うるせえ、ほっとけってろ。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネミーキー。うちの人力車にはさ、甲子園マニアが2人、3人か、渡部さん、池ちゃん、ラバーガール、あー、お水ね、うんうん、で、この前池ちゃんとご飯食べたのね、うん、ザキヤマと塚ちゃんと池ちゃんでご飯食べてさ、うん、池ちゃんに清宮のこと聞いたの、はいはいはい、やっぱすごいのっつって、うん、中学生の時から、うんすごいんだけど、まあ、池ちゃんは、清宮が3番かなんでね、中学生の時。4番打ってた子の方がすごいんだって。ん？そう。まだいると。すごいの。そうです。なんか怪我したんだって、あと清宮くんって。おー。うん、でまあ、そんな話聞いてて、何がやっぱすげえの、思ったかっつったら、うん、渡部さんの、誕生日プレゼントに、うん、まだ清宮くんが中1か中2の時にサインもらってんだよね。すげえ。いけちゃん。へえ。すげえ。清宮のサインもらって、それ、渡部さんにあげたら喜ぶっつって。へえ。だから、清宮くんが、もうスターになりゃなるほど価値があるよね。すごい、ね。11か12の時の清宮くんのサインってすごくね。すごいと思うよ。そりゃそうだよ。松井の、だって、サインの、それが中1のサインなんて。そうだよ。多分、プロに入ってからのサインよりも。ねえ。すごいでしょ、絶対価値は。もうそれをイケちゃん、渡部さんにプレゼントしてるの面白いよね。さすがだね、イケちゃんは。もうマニアだよね、本当に。もうもちろん知ってんだからね、中学生の時から。そうでしょ、うん、あの人たちは、うん。やっぱ甲子園も行くんでしょ、渡部さん行くかな。渡部さんはやっぱ忙しいから、そんなにしょっちゅう行けないけど、でも渡部さんあんな忙しくても、うん、2、3回、うん、は行くらしいね。まあ、イケちゃんは行きっぱなしね、大体。ああ、うん、だって俺は。